チャンピオンズリーググループ A もいよいよ大詰めです。6戦目最終戦を迎えています。イエテボリが勝ち点8、バルセロナが勝ち点5、この対決をお伝えしてまいります。がお送りするヨーロッパチャンピオンズリーグ、今日はスペインのバルセロナ対スウェーデンのイエテボリの一戦をお伝えしてまいります。ノーカンプスタジアムです。解説はスポーツライターの杉山茂樹さんです。杉山さん、よろしくお願いします。ノーカンプのナイトゲームです。盛り上がります。 FC バルセロナスターティングイレブン、ゴールキーパーがバスケス、2番ナダル、3番がグラディオラ、4番クーマン、5番セルジ、6番バケーロ、7番エウセビオ、8番ストイチコフ、9番アモール、10番ロマーリオ、11番にベギリシュタインが入っています。リザーブはアベラルド、ロペテギ、ジョルディ・クライフ、イヴァン・ハラ。今日はクライフが14番リザーブです。ジョルディ・クライフ。イエテボリです。ゴールキーパーがラベリ、2番カマルク、3番ヨハンソン、5番ビョルクルント、5番ニルソン、4番がビョルクルント、5番がニルソン、6番がマルティンソン、7番がエルリング・マルク、8番リンドクビスト、9番がブロムクビスト、10番レーン、11番がペデルソンです。リザーブはアネグルント、ベングッソン、アンデション、バールステッド、ラスト。もうすでに5試合が消化されているチャンピオンズリーグ A グループ、バルセロナが2勝1分け2敗勝ち点5、一方のイエテボリが4勝1敗勝ち点が8、トップ。今左にエンドを取っているのがバルセロナ、右にエンドを取っているのがイエテボリということになりますが、杉山さん、はい、イエテボリがいいんですね。そうですね、もう決勝トーナメント進出を決めてますよね、はい、ベスト8を決めていますね、はい、まあ、首位でこれ進出ということになりますが、そうです、ね、はい、一方のバルセロナ、これはちょっとね、はい、予想外ですけど、まあ、マンチェスターと大接戦ですよね。そうなんですよね、はい、イエテボリにアウェイで敗れ、それからガラタサライにバルセロナ敗れてるんですね。まもなく前半を迎えます。バルセロナは今日もロマーリオとストイチコフが入っていますが、この人はグラディオラ。さあ注目点なんですが、今のグラディオラの、ディフェンシブハーフの位置からの球出しですよね、はい、これは見ものですよね、はい、でもちろん、なんていうんですか、はい、ストイチコフ、ロマーリオ、はもう個人にですよね、はい、そのストイチコフ、そのあたりが見どころになりますが、ご覧のように速いタッチで回しますのは、これバルセロナ特徴です。ヨハン・クライフ監督のもと、本当に強いチームが出来上がりました。あの速いタッチのパス回し、本当にバルセロナの特徴ですよね、はい、体を動かすのではなくてボールを動かすというのがそのヨハン・クライフ監督、本当にもたもたしてないですよね、全くしてませんね、はい、さあここで中にグラウンダーのボールか、いやいやクロスボールが入った、そしてヘッドでまだいいチャンス、シュートキーパー、惜しいシュート、ロマーリオ、まだ1分経っていません。いやー、クライフ監督が今ひょっとこう見ましたが、キーパーのラベリが最後抑えましたが、これはチャンスでした。オフサイドかどうかって言ってるんですけどね、スタイチコフが、さあ逆襲です。イエテボリ、この青と白のラインがイエテボリです。これはキーパーに来ました、バスケス、27歳。先ほどのプレーなんですが、ストイチコフからロマーリオ、よくちょっと止めましたね、ラベリがいいですよね、いい反応しました。スウェーデン代表の35歳です。あのアメリカ大会のワールドカップ活躍した選手です。はい、スルーパス、いい格好で中に入れた、シュートキーパー、これは決定的でしたね。これはキーパーバスケスが弾いてコーナーキック、ブロムクビストからもう絶好のボールでしたよね、はい、ペテルソン、はい、これですよね、はい、これいいボールですよね、ナイスセーブですね。
よく反応しました。今日両ゴールキーパーがもう立ち上がり2分圏内で随分ヒヤッとしましたよ。このノーカンプのバルセロナのゲームっていうのはこういう感じ多いですよね。なるほど、はい、さあ蹴ります。だからブロムクビスト、はい、のっけから楽しいですよね。面白いですね、ゴール前パンチング、おいクリアしました。ロマリオ、さあアモールですね。そしてここに行きます、ロマリオ、左サイド、ここにロマリオです。はい、ロマーリオがキープしています。夢のチームと言われましたバルセロナ、右サイド、この人がそのストイチコフ、ブルガリア代表の28歳です。ワールドカップでの活躍はもうご承知の通り、ストイチコフ、今日も8番をつけています。素晴らしいですねこれ、はい、バルセロナのいい形ができています。手元の時計3分を過ぎていますが、この速いタッチ、ディフェンダーを引き寄せながら前に行って、どうだ、危ない、懸念味がないですよね。ないですね、最後この表情はストイチコフ、これがクライフの狙いですね、はい、ヨハン・クライフ監督のこのグラウディオラ、まあ、これまたオフサイドかどうかってやってますけどね、やってますね、微妙なところですね、しかしね、まあでもこのくらいはガンガン狙っていった方がいいですよね、はい、結局今のオフサイド、うん、らしいですね、オフサイドでした。さあキーパーです。ホイッスルが鳴りました。ステファン・レーンですよね、はい、このレーンは10番をつけております、スウェーデン代表、ね、はい、ちょっと下がり目の位置の組み立て役ですよね、はい、このイエテボリはほとんどがスウェーデン代表ですね。そうですね、ラベリもそうですが、カマルク、あるいはビオルクルント、はいはい、ニルソン、マルティンソン、エルリング・マルク、リンドクビスト、ブロクニビスト、ブロムクビスト、そしてレーン、サニア・ペテルソンです。だからヨハンソンだけですかね、代表でないのはね、うん、こうやって言いますとね、代表で行かないのは、ね、マルティンソンはどうなんでしょうね。あ、これシュート、あっと今ブスケッツ焦りましたよね、はい、しかし随分これ立ち上がりからゴール前が賑やかですよ、さすがにバルセロナの試合という感じがしますが、これはキーパーです、ラベリ、ようやく両チームをつきましたが、この人ロマーリオです。今のプレイですが、うん、これね、うん、微妙に変化したんでしょうね、キーパー、バスケス、ちょっと弾道が変化したんでしょうね、驚きましたね、はい、これクライフ監督です。そしてこちらがグスタソン監督です。マグヌス・グスタフソンというのがその名前、両チーム無得点です。ようやく5分を過ぎましたが、何かもっと見てるような感じ、ストイチコフショット、ゴールの右端、右足でしたね、右足でした、うん、左足の方が得意なんですけどね、はい、そうなんですよね、右足も当たると行きますね、いやそれにしましてもやはりストイチコフという選手は見ていて面白いです。この人は94年のヨーロッパ最優秀選手に選ばれています。それから年間最優秀選手、まあ、これ FIFA が決めるわけなんですが、1位がロマリオで2位がストイチコフ、はい、その1位2位がこれ同じチームに、ね、この段階ではいるわけですからね、豪華なメンバーが揃いました、うん、やっぱり両方とも絵になりますよね。なりますね、まさにそれがね、部分部分の絵を全部カットしても全部絵になりますよね。あ、そうですね、はい、キャプテンのバケーロが映っておりました。バケーロはスペイン代表です。倒れたのはカマルク、こちらも代表です、スウェーデン代表、流れています。ブロムクビスト、この左サイド走るブロムクビストですよね、はい、クラフ監督ですね、はい、タートルネックがおしゃれ、今飴が見えましたね、見えましたね、よくあの口に入れてるんですよね、はい、クラフさんは禁煙するためにあれしゃぶってるんですけどね。なるほどね、あれはなんていうんですか、バルセロナの街でも結構売れてますよ、売れ行きですよ。そうですか、ファンもみんな持ってますけどね、まあクライフさんのことはもう皆さんオールドファンならずともご存知でしょうが、
14番をつけておりましてね。そうですね、アヤックス時代、まあだからジョルディ・クライフも、はい、サブの時には14番、そうなんです。ですから今日はジョルディ・クライフ14番つけていますが、先発の時は9番で、はい、まさにそうなんですね。両方とも、お父さんの背番号ですよね、ヨハン・クライフそのものは本当に早い段階から17歳で、まあ、ファーストチームにデビューしていますが、そうです、19歳の時にはすでに代表デビュー、かっこよかったですよね。素晴らしかったですもんね。監督としても成功を収めている、そのヨハン・クライフは FC バルセロナ、まあ、さらに2年バルセロナと契約を更新したそうですがね、それもそのはず成績がいいんですが、さあその攻撃です。左サイドから今すぐ近くですよね、はい、トラップしていきますが、ご覧のようにパスが回っています。エウセビオ、もう一度下げますか。ゴリオラ、まあ、今日の注目選手の一人、グアルディオーラ、まだパスが通っていますか。サイドをきめ細かく変えてエウセビオです。そうです、もう一度。バルセロナこのサイドチェンジですよね、はい、もう魅力は、はい、これだけでも魅了しますね。そうですよね。さあどういう格好でこれ中に切れ込んでいきますか。いずれにしましてもくさびを打つか、それともどういうようなスルーパスを狙ってくるのか。あ、クーマンここにいますね。でずらすんですよね、相手をね、はい、左右にマークを。さあ徐々にですがちょっとゴール近づきました。ペナルティーアークが見えてきました。中に入れて、さあどうだ、シュート、ボレー、ゴール左、バケロですか。バケロ、アモールですね。いや、これはアモールですね、はい、ロマリオが返したんですよね、はい、アモールのシュートはゴールの左に外れています。今チラッと映りましたのがクラウディオラから、はい、ロマリオ、アモール、ね、最後アモールですね、はい、でもこのフィニッシュまで行くんですからね、うん、クーマンクリア、フィニッシュの意識が、はい、ありますよね、ありますよね、ロマリオに、はい、クーマンも31歳になりました、ベテランです。まあそろそろもうクーマンに頼らないディフェンスラインというのもバルセロナは考えなきゃいけませんね、うん、まあ今日サブに入ってます、はい、アベラルト、はい、彼今年スポルティング標本から、はい、取って補強してますけどね。なるほどなるほど。今日は12番をつけて、まあ、恥が出た場合に備えて、はい、アベラルトとナダル、この2人で真ん中をやってもいいわけですけどね、はい、そうですね、まあでもクーマンやっぱり欠かせないですよね、はい、彼のあのパスですか、速いパス回しは本当に見ていて、はい、なんていうんですかね、こう胸がすくところありますよね。そしてセットプレーでの強烈なキックというのもまだ捨てがたいものがありましてね、まだやれますよね。そうですね、はい、さあストイチコフからのボールです。なんか年を取るにつれセンスが良くなってる感じですよね。あ、そんな感じしますね。さあご覧のようにもう杉山さんから再三ご指摘がありましたが、このバルセロナのこのパス回し目まぐるしく、ほぼワンタッチ、ツータッチです、うん、ワンタッチ、ツータッチです、練習もそうですからね、そして今、中に向いてきた、合わないか、ファールを取りました。もうファールせざるを得ないような格好になりましたが、ストイチコフが倒れています。サッカーのヨーロッパ年間最優秀選手に選ばれましたこのブルガリアのフリスト・ストイチコフ。イエテボリもでも効いてますよね、はい、やはりアウェイということもありますし、まずはちょっとね、守りを固めてというところがあるでしょう。なんかでもうまい具合に効いてますよね、引きすぎず、うまい具合に、なるほどね。さあこれクーマンがいますが、壁ができてキーパーはラベリー、クルマン強烈、壁に当たる、さあ押し上げる格好でチャンス、ペナルティーエリア、どうだ、折り返して、こちら側エウセビオ、ストイチコフからのボールをトラップして合わないか、ちょっとトラップが大きかったか、バケロでしたけどね、はい、その前のバケロのヘディングのダイレクトのフィード良かったですよね、良かったですよね、ここにクーマンがいれば大丈夫。さあこの時間帯は完全にバルセロナです。手元の時計で11分に今なりました。ちょっとイエテボリは何もやってないですよね、はい、イエテボリとバルセロナ、ちなみにイエテボリがバルセロナを下しています。2対1というのが9月の28日の試合でありました。イエテボリのホームですよね、はい、アウェイでバルセロナ敗れていますのでこの試合にかけます。さあ抜けますか、抜けますか、ダメ、クーマンがいる、
あとイエテボリの方ではどうでしょう、注目点杉山さんから。やっぱり、9番のブロムクビストですか、これまだ若いんですよね、21歳ですね、はい、彼のドリブルはなかなか切れますよね、はい、第一戦でもそうだったんですけどね、はい、ブロムクビスト、その切れ味の鋭い得点感覚も今日は注目の一つ。それでまあなんとなく押されてますけど、はい、これなんていうんですかね、こう安定感あるありますよね、守りにね。あ、なるほどね、はい、あ、そんなにこう泡を食ってない、押し込まれていますけど、ここまではいいんだよっていうね、なんか泡食ってないですよね、全く泡った不正はありません、はい。マグヌス・グスタフソン監督、もはやもうダークホースという評価は当てはまらないかもしれません、このイエテボリ。そうですね、もうこれ優勝候補ですよね、堂々たる。さあこれチャンスになりました、ロマーリオ。ロマーリオまだ持ってシュート。いや一瞬がつきましたね、しかしね。そうですね、十字切ってましたね。ゴールの右に外れていますが、やはり危険な選手です。今度しかし、足の鋭い抜き、意外に来てましたね。このトラップと、はい、ここでちょっと、はい、この今のステップですよね、相手のタックル来る瞬間のもう外しですよね、素晴らしいですよね、反応が。逆襲になっています。マルティンソンが中に入れたボール、これはバルセロナが取りました。もう一度押し上げます。クーマンがいますが抜かれました。ここでヘディング、さあチャンスか。数的優位はバルセロナ。バケーロからのボールはこちらへ来ました。両チーム無得点で20分も過ぎています。いや今のグラウディオラのダイレクトフィード良かったですね。良かったですね、グラウディオラはバルセロナの3番です。これファウル。あら一発でイエローが、イエローですね。これ倒れたのは今レーン、スウェーデン代表です。イエローではないか、ベギリシュタイン。イエローカードですか、やっぱり。今出たようですね、イエローカードが出ています。さあイエテボリー、バルセロナ支配、早い攻撃になりました。ストイチコフからロマーリオにボールが行くと非常に面白い。ちょっと今左サイドの裏突きたかったですね、はい、ロマーリオからのボールはダメ。もうすでに笛が鳴っています。今セルジですか、左サイドいましたよね、はい、いましたね、はい、若いセルジが22歳、左サイドに寄りました。セルジは昨シーズンに一部デビューしたばかりの選手、ずっとバルセロナの B でプレーをしていました ね、バルサ B で不動ですよね、もう、はい、5番ないしは11番つけてますよね。そうですね、いつもね、ワールドカップでも本当にいい働きをしました。そうですね、代表チームの方がちょっと高めでプレーしますよね。そうですよね。さあこれチャンスになりました、イエテボリ。ここでクリアです。小さいクリアか、エウセビオのヘディング、事なきを得ています。さあ今度はバルセロナ攻撃に移りました。いいサイドチェンジです。タッチ際になりました、かわしていく。さあクロスのボールが入るかどうか、オーバーラップをかけてくる選手がいる。そして今あーおない、イエテボリ逆襲です。キャプテンマークはバケーロです、スペインの代表です。あっと今4人囲みましたけどね、はい、突破しましたね。今ペテルソンですかね、はい、これホイッスルがありました、バルセロナボール。早いですね、早いですね。イエテボリもしかし調子の良さが十分出ていますね、これ、頭の中がなんかこうクリアな感じですよね、はい、それもそのはず、この前の試合にはマンチェスターユナイテッド3対1と撃破しています、うん、まあ、とにかくこのグループ A はおそらくバルセロナとマンチェスターユナイテッドじゃないかという声があったんですが ね、うん、で、 すね、でもこれはイエテボリがすごく強く、ね、そうですね、イエテボリにの情報がタイに少なかっただけですね。そうかもしれません、はい、まさにそうですね、はい、ですからもうすでにこのイエテボリ、スウェーデンのチームですが、プレーでの勝ち名乗り、勝ち上がりはすでに決定済み、はい、ひょっとするとバルセロナが落ちてマンチェスターか、あるいはマンチェスターが落ちてバルセロナかというところです ね、うん、ね、
まあ、マンチェスター話変わってしまいますけど、はい、ちょっとカントナの出場停止が痛いですよね。あ、そうですね、はい、残念ですね、はい、さあバルセロナチャンスを迎えて、そして今中に入れたボール、打てない打てない打てない、ロマリオ転倒、ペナルティーエリアの中に飛び込みましたがダメ。ナダル、タッチ終わっています。クーマンもいいですけどね、ナダルもいいですよね。あ、そうですか、はい、バルセロナの2番をつけているナダルはスペインの代表です、はい、これ先ほどのプレーですね。ワールドカップでも良かったですよね、良かったですね、ナダルはね、28歳。でもう一人あのセンターバックのアベラルドっていうのがスペイン代表でやってるんですけど、まあそれが、そうです、はい、だから結構いい選手を控えに、補強しましたよね、はい、ドロマリオ、このロマリオという選手はしかし見ていて面白いですね。まあファーストタッチ先に触った場合に大体勝ちますね、はい、勝ちますね、本戦でも、何がロマーリオが一番優れている点なんですか、うん、どうなんでしょうね、ちょっと何とも形容しがたい、あー、これゴール前はない、惜しい、ヘディングの上を越えていきました。しかしこれイエテボリも負けていませんね、これエルリングマルクですよね、はい、7番をつけているエルリングマルクは26歳です。スウェーデンの代表です。25分を過ぎました。前半あと20分です。両チーム無得点です。しかしゴール前かなり面白いシーンが繰り広げられています。ノーカンプの芝状態がちょっと荒れているようですが、これノーカンプの芝薄いんですよ。まだちゃんとついてないんですよね。あ、そうですか。だからあの、スライディングタックルとかしますとバカーンと盛り上がりますね。剥げてしまう。掘れると言いますかね。下がそれで砂地になってましてね。はい、ナイトゲームです。グループ A のいわゆる最終ゲームということになりますが、これは12月7日に行われています。これで全てのリーグ戦が終了して、いよいよ3月の1日の準々決勝を迎えるわけです。さあこれゴール前倒された、後ろから倒された、ストイチコフ、ホイッスルはありません。このでも抗議のポーズがなかなかいいですよね。あ、これ絵になりますよね。なるほど。ストイチコフ。まあ、ちょっと抗議しすぎるんでね、はい、評判悪いっていう面もあるんですけどね、好意的に解釈すれば、はい、もしかしストイチコフというのはヨハン・クライフ監督の期待に一番応えている選手かもしれませんね、うん、そうですね、練習も一生懸命やりますしね、この位置からです。カルですよね、カルのドリブルが切れますよこれ、はい、さっきのですね、好きですね、本当にこういうひっくり返しが、はい、何度も見せますね。これはクーマンとブロムクビスト、このカメラマンもうまいですね、はい、あの絵がね、よく抑えてますね、よく抑えてますね、はい、FC バルセロナキーパーバスケス27歳、一方のイエテボリがラベルでベテラン35歳ということになりますが、さあここは要注意です。バルセロナチャンス、イエテボリこの位置から直接フリーキックになりました。カーブかかってシュート、これはキーパー弾きました。ニルソン、ニルソンもスウェーデン代表の26歳、この映像もなかなかいいですね、壁からさーっと消えるところ、はい、もう少し低めに行くとね、これキーパー辛かったんですけど、そうですね、コーナー聞こえています。なんかプロっぽい映像でしたよね今、はい、ショートコーナーです。中に入れたボール、さあこちらサイドには誰もいません。ファーサイド、ゴールライン割りました。ゴールキックに変わります。ニルソンを抑えています。このニルソン結構若い選手がおりまして、お話再三出ているブロムクビストが21歳、ニルソン26歳、まあ、ニルソンはともかくとしてヨハンソンが22歳、ビョルクルントが23歳です。これね、うん、実にフリーキックでありましたが得点には結びついておりません。さあバルセロナ、ホイッスルが鳴りました。オフサイド、ストイチコフ、
ストイチコフの良さは杉山さんはどう評価されますか。なんていうんですかね、このサイドを右左に移しても同じようなプレーができますよね、はい、でキープ力ありますよ ね、 ありますね。普通あのタッチライン際に開いている選手っていうのは、どっちかでないとできにくいもんなんですけどね、はい、ストイチコフの場合はまあ左利きなんですけど、はい、両方やってしまいますよね、彼は両サイド、両サイドに本当に開いてますよね、でもウイングじゃないんですよね。そうなんですね、ここが微妙ですよね、はい、今のオフサイドのシーンをやはり何とか繰り返しています。まあ、かつてあの裏出ましてね、あーいいですね、これは何とかクリアしましたが、ストイチコフとそれからロマーリオで2人でポーンと点を決めたシーンが鮮やかに蘇りますが、この2人が組むっていうのはやっぱり有名です。それにハジが加わってるんですから、本来ならばバルセロナはすごいチームなんですが、ハジがどうも思うように体調が整いませんで、まあハジね悪くないんですけど、動きは僕いいと思うんですけど、ちょっと持ちすぎなんですよ、やっぱ り、 やはりこのサッカー、先ほどあの八塚さん、おっしゃいましたよね、あの球離れの良さ、ちょっと球離れ悪いんですよね、ちょっとハジはまた異質ですかね、才能はあるんですよね、はい、ストイチコフチャンス、ちょっと時間かかりました、シュート、今ミニアモールが走ったんですけどね、はい、アモールの鼻先に出してあげれば、ストイチコフ、He had players overlapping on all sides of him and he really pulled in all the concentration towards himself and I believe it's a more 左足に合わせて、His right hand side overlaps him and he never finds him and tries to kill himself ミニア走ったのはモールでしたね、はい、真ん中からベギリシュタインに来て、そうですね、a goal scorer has to be, he has to be selfish、 ただやはりフィニッシュまで持っていくんですから、やはり並大抵のものじゃないですね、でフォワードのどの部分をやっても全部できますからね、表情そのものはいつもクールです。しかしかなり短期だというそういう情報もありますが、静かに燃えるストイチコフ、両チーム無得点できています。ここまでどうご覧になりますか。そうですね、まあ、あの時折見せるイエトゴリの攻撃、なかなか鋭そうな感じはありますよね。そうですよね、冴えがあります。確かにお話のようにその守っていても確かに押されて押し込まれる時もあるんですが、余裕はありますね、比較的ね、形がね、カチッと整ってますよね、はい、バランスが崩れてないって言うんですか、そんな感じですよね、はい、それはスウェーデン代表にも言えるんですけどね、ああなるほど、スウェーデンの強さは僕はそういうところだと思いました、はい、ラベリです、キーパー35歳になります。クーマ、やっぱり冷静に試合が運べるんじゃないですかね、さあチャンスになりました、いい展開です、エウセビオ中に入れて、ここでクリアです。バルセロナ though have got a corner out of itエウセビオが蹴ります。そうですね、今日はエウセビオですね、はい、先発、はい、ショートコーナーになりました。さあチャンスになりました。ヘッドオブザボール、タールガイズ、うわーっとうまかったぞ、あとヒール、シュートまでいけないか、ちょっと今エウセビオですかね、はい、あのグラウディオラからのダイレクトパス、トラップの方向中行っちゃいましたよね、あそうですか、縦に出れば、結局まあアモールですかね、今ストイチコフのヒールがちょっとトリッキーで良かったんですよね、またショートコーナー、その前、はい、あのトラップの方向間違えなければ、はい、シュートいけましたよね、はい、クーマンからのロビングボールは支配しているのはどちらだ、バルセロナ、エウセビオです、右サイド担当グアルディオーラ、これいいですよね、こういうところが、はい、中に入れてまいります。さあロマーリオ自身も前に行きたいんですが、まだ上がりません。もう一度セルジですよね、はい、若手のセルジ22歳代表です。こぼれたボール、ようやくイエテボリから前よく取りました。さあチャンスになりました、バルセロナ打てるのかどうか、シュートまで持っていかない、エウセビオ中に入れて、さあ折り返した、ラストパス、決定的なパスでの崩しですよね、はい、いやしかしこれはバルセロナの魅力あるサッカーが展開されています。相手の裏をパスついてますよね、はい、もうここでのサッカーです。まあ、逆襲があると怖いんですが、とても抜かれましたね、イエテボリチャンスだ。さあディフェンスが薄くなっている、ダーッと後ろから来た、ファウルを取りました、
これ今のドリブルは誰ですかね。切れてましたよね。切れてました。あ、ブロンクビストですよ。やっぱり、ね、彼はいいですよ。いいですね。ブロンクビストが今抜け出ましたところ、パウル。後ろからこれはベギルシュタインですね。かかっちゃいましたよね、はい、さあこの位置からです。いや、ブロムクビストというのはしかしこの足を持っていればここ 4,5 年の行きますね、代表のね。ちょっとスウェーデンには今までいなかったタイプですよね、はい、ペテルソンの背中があります。それからニルソン、最後キーパーです。バスケスが取りました。大体フリーキックはニルソンですね。ETBOYというチームは、まあ、このリーグ戦初戦こそマンチェスターユナイテッドに2対4で敗れましたが、あとは4連勝です。バルセロナ、ガラタサライ、もう一つガラタサライ、そしてマンチェスターユナイテッド。一方のバルセロナは2敗しています。今日対戦相手のイエテボリとガラタサライ。ガラタサライにアウェーで負けたのは痛いですよね。痛いですね。2対1で敗れましたが、これが大きかった。両監督が見つめます。無得点で前半時間が進んでいます。しかしどちらも言えることは、その戦力的にしっかりとしているので魅力的なサッカーですね。そうですね。これはハイレベルですよ、この試合、はい、かなり面白い試合になっています、はい、こういうのを生で見てると本当気持ちいいですよね。でしょうね、はい、両チーム無得点です。サマイに持っていきました。右サイド空いている。ストイッチコフ、今のは強烈なタックルでした。ビオクランドですか。すごいですよ、はい、いやこれなんですがね。これでも、まあ、PK にはならないと思って思い切っていったんでしょうね。でしょうね、ライン上がちょっと手前でしたからね、強烈でした。ロマーリは本当に手が長いですよね。あ、あ、そういえばそうですね、本当に手長ザルみたいですよね、近くで見ると、はい、ロマーリオという人は本当に90分をフル稼働するというんじゃなくて、何かしら残り2分だとかね、でね、ある時の10分とかね、さっき言った手が長いことによってバランスがいいんですよね。バランスがいい、はい、ダラーンと下に下がってるんですけど、そのダラーンと下がった手がうまい感じで重りになってね、こうヤシの上のように、そうです、そうです、なるほどね、そういう気はします。その意味での身体力、これチャンス、ビッグチャンス、打てるか、あ、打てません。その前にオフサイドがありました。いや、今エルリング・マルクがボールを取った時にはこれはもう決定的かと思いましたがね。今囲い込んだそのなんていうのかな、この3人の間を、最後これナダルですか、出た瞬間ですよね。いや、なるほど、これはオフサイドです、はい、エルリング・マルクオフサイド、すごい微妙ですよね。微妙ですね。しかしよくあの映像で捉えております。わかりますね。そうですね、ただちょっと打ち破れそうな気はしますよね。はい、さあこのクロスボール入りました。折り返したか、どうだ、ゴール前で、いやー、ファーサイド、最後ベギリシュタイン、今のも決定的でしたね。でしたね。今ストイチコフやっぱり体無理効きますよね。うまいですね、しかしトップスピードで戻ってあそこで狙いを定めて、このパス、ディフェンダーの方が体が動いちゃいますよね、はい、いやー、放送席から見ておりますと、ちょうどあのもうゴールラインをおそらく割るであろうという予想のもとにね、こう見ておりますとストイチコフが間に合うんですよね、はいはい、そうです。そしてとにかくいいパスを供給する、やはり素晴らしい選手です、フリスト・ストイチコフ。さあ今度は右サイド、エウセビオ、今日いい働きをしている右担当です。あ、このスルーパス、競争になりました、ディフェンダーの勝ち。スローインです。
押しています。バルセロナ、ウエセビオいっぱい開きます。ベギルシュタイン、先ほど惜しいシュートがありましたが、ファーサイド合いませんでした。もう一度ウエセビオ中に入れてきました。さあこのリターンでシュートレンジに入ってきた。どうだ、折り返せるかどうか。この辺の逆の取り方うまいですよね、みんな、はい、素晴らしいこの展開ですね。そして今中に入れた。ああいなかった。ちょっと強すぎましたね。強すぎました。でも今クーマンですか。素晴らしい逆サイドのパスですよね。最後はまあセルジだったわけですが、22歳、まあ、これからの選手でもありますね。そうですね、今のボールはちょっと長めで流れていきました。しかしいい展開でした。バルセロナ、もう左サイドのスペシャリストですよね、はいはい、これオフサイドがありました。ストイチコフにオフサイド、まあ、なんか外国の場合はあれですよね、左サイドバックとか右サイドバックはもう一生左サイドバックやってますよね。そうですね、日本の場合だとなんかこう使い回ししちゃいますけどね、うん、専門職のようなところなんでしょうね、きっと。そうなんでしょうね。あ、なるほど、杉山さんのお話のようにちょっとグラウンドが掘れるケースがありますね。はい、下がね、これ今シーズンの初めに掘ったんですよ、スタンド、なんていうんですかね、はい、スタンドを掘ったって言いますか、こうグラウンドを掘ったんですよ、でさらに低くしたんですよ。はぁはぁ。で、それでそこから芝生を植え込んだんで、完全にまだ根が張ってないんですよね。なるほど、はい、これグラウンドレベルで言いますと随分掘れてるんでしょうね。そうです、そうです、ボールもイレギュラーする時がありますが、はい、足を取られなければいいんですが、さあストイチコフです。この人はすごいスピードがある。そして止まる。今のはボールをうまく取りましたのはニルソンです。まあ多少今若干あの踏ん張り効かなかったですね。まあでもこのトラップうまいですね、はい、逆襲です。さあいい格好でこれイエテボリが上がってきた。これはマルティンソンですよね、はい、なんとかセルジーなんとかクリア。マルティンソンも代表ですが、代表歴があると言うべきでしょうか。28歳です、まあ、最初のファーストタッチで入れ替えましたよね、はいはい、さあこの位置から今度はコーナーキックということになりますが、蹴るのはブロムクビスト、キーパーバスケス、ショートコーナーです。もう一度戻しますが、これはカットになりそう。アヤッティア、スウェーデン取るか。イエテボリー、両チーム無得点です。かなりしかしペナルティーエリアの中まで進行する重い試合運びとな、面白い試合運びとなっています。クーマン、ここは時間をかけてきました。やっぱりこういうのモダンですよね。モダンですね、はい、で、あんまりこう442とかポジションの概念がそんなないですよね。そうですね、今やそのようですね、うん、もう微妙ですよね、ずれ方がね、みんな自由にいます。まあ自由っていうか勝手にいるわけじゃないですけど、はい、カタルーニャ地方の誇り、このバルセロナ、世界でもいわゆるファンが最も多いと言われる。そうですね、で、まあ、胸にスポンサー入れてませんしね、はい、そうですね、お金持ちなんですよね、はい、さあボールを取られてイエテボリ、しかしイエテボリが負けませんね、はい、ロマーリオがプレッシャーをかけます。やっぱりもしかしたらあれですよね、はい、スウェーデンのワールドカップ3位っていうんですか、あのナショナルチームの、はい、これがやっぱりクラブレベルにも自信となって現れてるのかもしれないですね。波及してますね、94年のワールドカップアメリカ大会スウェーデン3位でした、はい、こうやって見るとやはり当然のことながら、うん、いい国だったんですね。そうですね、まさにその通りなんですね。あバケロチャンス、あうまい。そして今あオフサイド、オフサイドですね。あもったいない、今よかったですけどね、ラストパス。でもバケロあれどうでしょう、あそこで打ってもよかったような、うん、いやでも今左サイド2人、あれオフサイド、まあ、結局打っても取られちゃったのかな。あそうですね、まあベギリシュタインがね、はい、出ていますが、
この人がバケーロです。キャプテンですよね、このチームの、はい、そうなんです。31歳になりました、はい、クーマンと同じ年齢ですから ね、 そうですね。もう少し昔は前線の方やってましたけどね、はい、昔はなんか前の方で暴れるコソドロのような選手だったんですけどね最近はちょっとなんていうんですか、クレバーっていうんですかね、ベテランらしくね、どうかな、こう、いや、年季が入りましたね、クライフサッカーのこう、申し子っていうんですか、ダイレクトパスをものすごい対応しますよね、はい、なるほどね、はい、一方のイエテボリはキャプテンマークカマル君がつけています。この人はまだ25歳です。クーマンからナダル、前に送ります。さあ、このスローダウンした攻撃も見ものです。ああ、これうまいカットです。一人一人の技術もしかしっかりしてます、このイエテボリ、ね、これマルティンソン、はい、セルジが1対1で負けちゃいましたね。まあ、イエテボイの場合にはセミプロ集団なんていう下馬評もありましてね、どこまでできるんだろうかっていう声もあったぐらいなんですが、とんでもないですね、やはりスウェーデン代表これだけ入ってましてね。でもそうスウェーデン代表のね、例えばダーリンとかがいるわけではないですしね、そうですね、アンデションとかいるわけではないですね、シュバルツとかね、はい、その中心選手が必ずしもこのチームを引っ張ってるってわけではないわけですよね。そうですね、今日7番をつけているエルリング・マルクですが、はい、代表ではかなり前ですかね。そうです、そうです、まあ、彼は結構出てましたよね、はい。さあ45分を過ぎておりますのでロスタイムに入りました。前半です、両チーム無得点でキーパーこぼれている、危ない、ゴールラインを割りました。いやー、今のハンブル危なかった。でも彼は本当派手じゃないですけど、はい、なんていうんですかね、安定してますよね、ボンミスのないキーパーですよね。なるほど、はい、バスケス。さあ、このコーナーキック、そして今ホイッスルが鳴りました。前半が終わっています。今両チーム無得点で終了です。杉山さん、はい、この前半かなり面白かったんですが、振り返ってください。胸のちょっとすくようなボールの転がりでしたよね。イエテボリも押されていながら持ち味発揮、そしてバルセロナはバルセロナの攻めができていた。そうです、両方とも持ち味発揮したと言っていいでしょうね、はいはい。ただロマーリオがちょっとまだね、絡むシーンが少なかったような気もしますが、はい、前半が0対0で終了しています。後半楽しみですね、はい。スポーツシューズのための新素材 F キュービック、それは速い荷重には変形しない、しかし遅い荷重には変形する、つまり履くときにじわりとフィット、その形をゴールまでキープする。 F キュービック搭載ミズノモンドレボリューション BR。 ミズノ Absolutely vital. A draw. 収容人員11万5000人の全ヨーロッパ最大の規模を誇りますスタディアムです。エスタディオノーカンプ、これから後半を迎えようとしています。まあ、このバルセロナは最も外国のチームとしては馴染みのあるチームかもしれませんね、さあこれから後半を迎えます。まあ、AC ミランのミランですか、ミラノと、まあ、バルセロナ、はい、この両都市ですよね、観光してもいいですよね。そうですね、エンドが変わっています。右エンドを取っているのがバルセロナ、この赤と今クーマンが映っておりますが青のユニフォーム、一方の青と白ストライプはイエテボリです。まあ、杉山さんもお話のようにイエテボリは本当によくまとまったサッカーをしていますので面白いです。後半立ち上がりシュート、これもまたイエテボリからシュート、はい、そうですね、やっぱねバルセロナはね、やっぱりあるんですよ、エアポケット状態の時が。まず最初のシュートを放ったのはイエテボリです。必ずね、なんか今シーズン見てますと、こういうここでスコーンと入れられてしまうというのがたびたびありますよね。ですから得点を高く取るものの失点も多いという、そうですね、まあだから魅力的なんでしょうけどね。なるほど、はい、今のエルリング・マルクのいわゆるシュートもハッとしました瞬間、よくキーパーが抑えています。選手が一人倒れました。タンカーが運ばれますか。
肘ですかね。あの大柄のマルティソンの肘が入りまして、セルジたまらず倒れました。これちょっと口元でしょうかね、かなり強く打ったようですね。あ、ジョルディ・クライフが最悪の紐を、はい、直しておりましたね。まあ、ファンの中にはそのジョルディ・クライフのプレーも見たいという声もあるかと思いますが、少しずつちょっとお父さんに面影似てきましたか。そうですね、さあバルセロナ、クーマンです。まだゆっくり上がります。はい、なんていうんですかね、はい、ジョルディ・クライフなんですけど、はい、がっちりレギュラーを取ってるわけではないんですよね。まあ、しかしこの最強のメンバーの中でプレーをできるというのは、うん、自分の技術向上のためには最高の環境ですね。いい環境ですね。きっちりとレギュラーに定着したいジョルディ・クライフ、はい、そしてこの人今3番ヨハンソンが映っておりましたが、セルジからのボール、キーパーです、バスケス。今日はバスケスもいいプレーです。後半の見どころ、杉山さんはやはり前半同様、はい、おそらく攻撃面に重視するということになると思うんですがね、どういうところに注目点を置いてますか。まあ、どっちが先制点を取るかですよね、はい、これバルセロナのような気もするんですけど、イエテボリって可能性も結構ありますよね。なるほど、これが合いません。もうイエテボリは出場決めてるんですけどね、はい、そしてアウェイでありますが、もう別に勝たなくても良さそうなもんなんですけども、あっとこれバルセロナ取りました。そこをどう出るかですよね、はい、あ、グラウディオラからのパスはこれいいところに決まりました。素晴らしいですよね、サイドチェンジよく見てますね。そして正確なパスです。ロマリオ自身前に上がりますがダメ、通らず。さあイエテボリです。イエテボリに注目。ここもいいですよね。グループ A 首位を走ります。イエテボリ、中にいるのはブロムクビスト。タッチを割りました。まだ若いチームです、イエテボリ。Victory over Barcelona in Gothenburg, and then two 1-0 victories over Galatasaray, one in Gothenburg and one in Turkey. And of course, that 3-1 victory from a night ago in Gothenburg over Manchester United, which effectively put the English champions. Ah, 随分ノーカンプ入ってますね。入ってますね。最上階だけちょっと空いてましたけどね。まあ、95,000 ぐらい行ってますね。そうですね。はい。まあ、92年のあのバルセロナオリンピックのサッカー競技場の会場としても、そうですね。あの時は超満員でしたよね。そうでしたね。はい。盛り上がっているバルセロナ、シュート、キーパー弾いた、ラベリうまい、強烈ストイシコフ。かなりミドルレンジからの距離のあったシュートでありますが、ラベリーよく反応しました。ラベリー今日当たってますね。当たってますね、はい、これラベリーあの双子の兄弟がおりまして、あ、そうなんですか、はい、アンドレアス・ラベリーというのがミッドフィルダーにいるんです。そうなんですか、はい、このキーパーのラベリーがもうスウェーデンの顔になってますがね、まあ、たまにミスしますけどね、はい、そこがまた怖いよと言いますかね。そうそうですね、これもシュート、いやよく打ってきますよこれ。だから35歳、はい、ベテランの割には、なんていうんですか、ベテランらしからぬ、はい、なんか若い選手ですよね。チャレッキがあって、はいはい、ヨハン・クライフ encourages his defenders to go forward。これあのストイチコフなんですが、なんとも言えず、うまいところ打ちますね。あ、ジョルディ・クライフです。メンバーの交代があるかもしれません。後半5分を過ぎています。両チーム無得点でありますが、バルセロナがいいシュートを放っています。ここまでのロマーリオなんですが、どうご覧になります。動きの範囲が少ないんでしょうかね、そのロマーリオからね。まあ、テクニック的には問題ないですけどね、こういうところにやっぱりもう少し入り込んでほしいかなって気もしますよね、はい、この人はセルジ。まあ、当然あのファンの方はご存知でしょうが、ロマリオはこの後フラメンゴに入りますので、はい、基本的にはこれバルセロナでのプレーってのはないわけなんですよね。そうですね、さあコーナーキックになりました。中央でヘディング、うん、これでゴールラインありました。
マケーロは、はい、が勝ちましたよね、はい、コーナーキックです。ストイチコフが今影に隠れていました、はい、そしてキーパーのラベリーショートコーナーになっています。シュートチャンス、最後はグラディオーラ、もう一度、あ、いいところにポイントができました。さあこれがトラップできれば、前を向いているグラディオーラが先ほどから冷静なパスを送りますが、クーマンがグラディオーラ本当によく見えてますよね。見えてますね、本当に見えてますね。ボールが来る前からもう前の状況が見えてますよね。はい、ちょっとロマーリオのポジションが曖昧です、うん、ちょっと引きすぎてたりもしますよ ね、ボールが来ないもんですから、はい、取りに行ってるんでしょうね、今もロマーリオかなりまた下がりました、はい、ちょっとね、はい、いつもトップで一人残ってるんですけど ね、でロマーリオが下がるとストイチョフがトップに張ったりとかですね、はい、2人の連携良かったんですけど、はい、なんかあんまり良くないみたいですね、まあバルセロナには天才が3人揃ったわけですが、ロマーリオ、ストイチコフ、ハジ、個性も豊かです、うん、その意味ではクライフ監督もこれ統率が大変。でも外人枠っていうのはなかなか難しい問題をはらんでますよね、はい、1人完全に出れなくなりますからね。まさにその通りですね、で、まあ、4人ならまだしもこれもう1人いるんですよね、はい、あのロシア人の選手がね、外国人枠というのは本当にね、はい、大きな問題でありますが、そうですよね、はい、誰を使うか、で使われない選手は全然その、なんていうんですかね、シーズン棒に振ってしまう可能性もありますからね。そうなんですよね。さあこれうまく抜いてセルジですね、セルジが自分で持っていきました。あー果敢に来ましたがこれはダメ、ハイトが早い、いいですね、チャンスになりました。あ、素晴らしい、グラディオーラからのパスを取って、そしてあーっとかわない、カウンターを狙います、いい走りです、中を見ました、クーマンがいる、中央でダメ、もう一人でもバルセロナ裏つきたいですよね、はい、つかせてくれてないっていうところもありますけどね、はい、ペナルティエリアのちょっと出たところ、はい、この辺のプレッシャーすごいですよね。そうですね、果敢にカウンターで攻めましたが大丈夫、最終ラインは崩れません、バルセロナ、まあ、クーマン、ナダル、こういったところはもうね、そうですね、状況判断が素晴らしいですからね、うん、あー、いいスルーパスー出た、こういうパスがいいですね。ストイチコフ得意の左足ラストパス、いやいや遠目でロマーリオの上、ロマリオシュートチャンス、うん、やっとこれグラウンダーのボールになりました、最後これはパスですか、いやいやシュートが倒れちゃったんですよ ね、軸足が、ずれてロマーリオ、ブラジル、オランダ、スペインでプレーをしましたロマーリオ、フラメンゴ入りが決まっています。まあ、創立100周年ということもありまして、世界最強クラブを作りたいというフラメンゴの願いが叶いました、ロマーリオはフラメンゴ入り。ガレス・タインはプレーヤーが決まっていました、それはとても近いコール、ピーター。なんかブラジルのスポンサー7社が共同でお金を出し合ったということですよね、はい、なるほどね、はい、ということは、まあ、準々決勝、準決勝、決勝でトヨタカップ来日という段取りになるこの大会で、うん、ロマリオの姿はないということなんですね。まあでもフラメンゴがね、勝ち上がってくれればね、逆サイドから現れるかもしれないですよね、来年、皮肉なものでね、まあ、今年はちょっと無理ですけどね、はい、なるほど、今年っていうんですか、はい、次の12月ですよ、まあ今年の12月ですよね、はい、もう皆さんご存知の通りトヨタカップというのは日本で行われますが、このヨーロッパチャンピオンズカップの覇者と、それからリベルタドーレスカップの覇者が日本で戦うことになります。いや今年はどこが来るんでしょうね、これヨーロッパ面白いですよね。面白いですね、はい、どのチームも面白い、ましてやこのイエテボリ、こういったところが面白いんでね、名前からすれば大穴ですけどね、そんなことはないですよね、はい、現実を直視すれば、そうなんです、はい、ベギリシュタイン中に入れた、危ない、ストイチコフがいる、うん、ミケル・ニルソンが、 did enough to put off ストイチコフ、
そこにストイチコフと、ロマリオの足が飛び出してくるんですけどね、普通は、ね、ちょっと合いませんか。よくかわしました、このベギリシュタイン。ベギリシュタインもね、はい、なかなか地味ですけど、いい選手ですよね。With Romario, so I think he's trying to take some pressure off himself, so he's not playing with his back to the goal. This way, gets the box, and also come dribbling from the outside. もう彼の足ですよね。Barcelona playing with the flat back four at the moment. グラウンドレベルのやや近いところでのこの映像。タバコが臭いんですよね。スペインのタバコは鼻にずっとくるんですよね。いやしかしこの本当にノーカンプってのは素晴らしいスタジアムです。まあサンシーロもいいですけどね。ここもいいですよね。はい。大きさは感じますよね。はい。なんかバックスタンドのなんていうんですかね、最上部はこうまるで山のこう稜線を見るかのようなね、高さをこう叩いてますよね。それを見るだけでも何かしらこう感動が伝わる。そこにね人がこういるわけですからね、びっしりと。山に本当に山の斜面に人がへばりついてるような、ね、ちょっとオーバーかもしれませんけどね、そういうところありますよね。はい。で今日はあまり旗や、まあ、ルイは横断幕ありませんが、イタリアにしてもスペインにしてもその原色美といいますかね、かなりカラフルで見ていて楽しいんですね。さあ前に送りました。これストイチコフです。このブレーキのかかり方なんですが、この人すごいですね。そうですね。あーっとインターセプトしていく。さあこれチャンス、イエテボリ長いドリブルになりました。ブロムクビスト、バーッと倒れた。ブロムクビスト、しかしこの人は本当に切れ味のいい切り込みをします。結構いいですね彼。いいですよ。いいですね。切れてますよ今日は、ブロムクビスト。まだ21歳のスウェーデン代表。あーイエローカードが出ました。これは誰でしょう。バケーロです。バケーロにイエローカードが出ました。キャプテン、これプライドがファールをしたさせてしまったっていうかね、はい、うん、この若造にもう走らせたくないっていう感じですよね。10も年下のこいつにドリブルで抜かれてたまるかという。そうですね、はい、もうプライドっていうかね、なんか、ま、負けじ魂っていうかね、はい、しかしこれブロムクビストはヨーロッパのビッグティームからこれ誘い合っていいですね、これね、いい選手ですね。まあ、ビッグクラブといいますか、はい、なんていうんですか、はい、いわゆるこうスペイン、イタリア、あの辺りからね、その注目のブロムクビスト、また持った、シュートレンジ、シュート、来てる、来てる、これは弾いたが大丈夫、なんかね、はい、まだ少年っぽくていいですよね。いいですね。小柄なんですが確かな技術と、なんといってもその攻撃性のあるこの気象とね、いいですよね。いいですね、懸念味のないプレー。バーセロナ、この人の出来というのがやはりイエテボイの一つのバロメーターなんですよね。そうですね。これは合いませんでした。ベギリシュタインです。クライフ監督、思うように試合は進んでるんですが得点に結びついていません。まあホームですしね、はい、これは当然まだ引き分けてもこれどうなのかわからないんですけど、当然勝ちたいところですからね。そうですよね、マンチェスターも同時刻に戦ってますからね、これ、はい、バルセロナ、スペインリーグ4連覇を果たしています。なんといっても世界の強豪チーム、そしてストイチコフ、ロマーリオがいるこのチームが、あーっと今苦戦しています。イエテボリが非常にいい攻めを見せています。そして守り、バルセロナも悪くないんですよ。悪くないですね、自分たちのサッカーしてますもんね。悪くないんですけど、はい、本当に何て言うんですかね、弾力性ありますよね、はい、あーこのスルーパス通らず、ロマーリオにだから渡りません。そうですよね、少しでもロマーリオを生かそうというその意図はよくわかりますが、それ以前にカットされます。しかしブロムクビストというのは本当にいい選手ですね。
They closed down the space behind them, and the player there had to start going diagonally across the field because there was no way to go forward. And then as they keep stepping up, the other players are outside. これバルセロナのファンも、あいつ誰だって感じですよね。っていうね。こいつだっていう。He's only seeing one side of the field. He can't really play to the opposite side if there's a defender overlapping from the outside. 両チーム無得点です。They do an excellent job. 61分もすでに経過しています。And again, cutting that line of demarcation where...Kuhlman steps to line up. Everybody's offsides after that, and they continue to pressure the ball. さあ、これ勝敗の行方は全く分からなくなりました。アウェイで、もうすでにバルセロナは負けているだけに、なんとかこのホームゲームはものにしたいところです。2対1で、あの時にはイエテボリが勝っています。I've never won this competition. There are only two successes in European competition. Both came in the UEFA Cup, which they won back in 1982.イエテボリですよね、はい、when they overcame Scotland's Dundee イエテボリ Gothenburg there will open up a couple of キーパーのラベリ substitutes. But this is their 11th appearance in the European Cup. No Swedish side in fact has ever won. さあチャンスになりました。いい展開ですね。右サイドワンタッチで中に入った。ここでクーマン。It could be their year. What we've seenこの攻撃はしかし見事ですよね。そうですね。右サイドはマルティンソンが走りますよね。はい。背中ペテルソン。非常にいい攻撃を見せています。かろうしてクリア。そしてショートパスをつないでくる。グアルディオーラ。あ、意外な方向に出ましたね、今。ロマーリオ。ロマーリオ。今は持ちすぎた。右サイドのエウセビオですか今、はいはい、そこに出してほしかったですね。自分でやろうとしすぎましたよね。そんな感じがしましたね。今最初グラウディオラが逆方向に出したんですからね、はい、あそこ経由してあっちに行っても面白かったですよね。最後はロマーリオがボールを取られましたが、ここですよね、はい、全部行こうとしちゃいましたよね。そうなんですよ。ここも3人いますからね、なんか今得意のあのつま先に引っ掛けて前に出る、はい、あのドリブルですよね、最後はニルソンにクリアされました。さあ中に入れるか、危ない。ロフンバーグ who won this group A.Whatever happens here tonight, we're unseeded. ロマリオは右サイドに走りました。シュート、これは意外は、これは意外性がありました。ストイチコフ、ちょうどあの右サイドに今ロマリオがね、はい、スッと走ったのと同時にディフェンダーが引き寄せられましたが、いやー、すごいシュートですよ。すごいですね。やはり怖いですね。ストイチコフ again justこれでも練習の時からもうこういうシュートバッカンバッカン打ってますからね。そうでしょう、はい、ストイチコフはさすがにすごい。まあラベルも多少後ろこぼしましたけど、これ、痛いですよね、当たったりすると、相当に。ストイチコフ、あー、このパスはロマリオ。こういうところうまいですよね、ロマリオ、はいはい、そしてアウトサイドでもう一度戻します。あー違う、動けちゃった。これはちょっと遠面になりました。あーっとタッチをありましたか。最後追いつかずセルジー。なんかバケールもちょっとびっくりした感じでしたね今。おっとって感じでしたね。ストイチコフ、ロマーリオのラインうまくつながりません。なんかドライバーが、はい、ゴルファーのドライバーがちょっと OB ゾーン行っちゃったみたいな感じでしたね。そんな感じでしたね、んこっちに来たかっていう意外性がありました。ちょっと大振りですからね、たまに外れると。これがいずれにしましても最終戦ですので、バルセロナとしてはこれなんとかものにしたいんですがね。そうですね。チャンピオンズリーググループ A、 イエテボリ、バルセロナ、マンチェスターユナイテッド、そしてガラタサライというメンバーですが、特にねバルセロナの場合は、あの去年ですか、はい、あの前回の、はい、チャンピオンズリーグで、はい、なんていうんですかね、未来よりも良かったですからね、良かったですからね、それで準優勝ですからね、はい、それも大敗しましたからね。中に対応し、ロマリオ合わず、最後はベギルシュタイン、決定的でした、決定的でした、ロマリオ missed an open goal against Deportivo。 いやー、ロマリオ、you gotta remember where this play starts from. Koeman plays the ball out to Stoichkov. ここなんですがね、いやー、
迷わない。ロマーリオの足がもう少し長く伸びれば、さあビギリシュタインコーナーキックです。いやしかしここは命拾いしました。クマ、クマ、足りませんでしたね。ゴール左に外れています。ロマーリオ、先ほどのは決めておきたかったんですが、これは一伸びありません。まあ、微妙なコース。でもラベリの突っ込みが良かったですよね、飛び出しがね。これクーマンの、今度はクーマンです。ミドルレンジのこのシュート。でも2人よく潰しに行ってますよね、コース。ジャストミートしませんでした、クーマン。さあ、試合の方がちょっと動いてきましたか。面白くなってきました。まあ、AC ミランの場合もそうなんですが、バルセロナにしましてもそのワールドカップに出場したメンバーが非常に多いんで、コンディショニングがリーグ戦では難しかったですね。それはあるかもしれないですね。ましてやロマーリオあたりは特にあの開幕前の合宿になかなか合流できませんでね。合流できませんというより来なかっただけです。そうなんです、そうなんです。来なかったんですよね。勝手に、はい、クライフ監督の逆鱗があったわけです。はい、まあ、特にこの本当にチーム作りというのがワールドカップによってちょっと難しかった面があります。ちょっとみんな疲れてるっていうのもありますよね。ありますね、はい、その中でこのストイチコフというのは元気です。そうですね、はい、中に入れた、キッパー、すごい右足、炸裂です。これはすごい右足。こういうのもあるんですね。右足でね、ピシッといくのはなかなか見ませんね。これね、はい、最後キーパーを抑えています。ラベリもよく抑えています。裏を走り勝ちましたね。いいところにクーマン、ラインを切っています。今のも走ったのも、はい、ブロムクビストですかね。ブロムクビストですよ、みたいですね。完全に、これはもうビッグティームはほっときませんわ、ね。ビッグクラブは。さあ、この左サイドになりました。この人はレーンです。レーンです、ね、はい、ただクセモノですよね、はい、味のある選手です。いや、ことごとくしかしクーマンが立ってますね。素晴らしい展開ですね、これも。さあ、ドイク、ロマーリオは中央です。ゆっくりと上がります。そして今、ストイチコフが上がってきました。切れ込んでくるロマーリオと重なった。ロマーリオシュート、確かに重なりましたね、今ね。はい、ちょうどロマーリオがセンターに走って、同じようにストイチコフが右サイドからこう合流しました。そうですね。しかしロマーリオの今のトラップからのシュートも早いですね。なんかだから重なったのを察知してがもうこれシュートしかないっていう。そうでした。即断ですよね。はい、バルストットが入ります。そして今下がりました選手はこれマルティソンですね。はい、いやここなんですが、なるほど、そのストイチコフを見て自分でシュートを打ったわけですが、すごい状況判断。これコンビプレー難しいと見たんでしょうね。はい、あ、アベラルドです、うん、アベラルド今センターバック3枚がするんですかね、はい、さあ動きました両チーム。まだイエテボリの方は交代しておりますが、バルセロナはまだセンターバック3枚にして両サイドバック、セルジとエルセビオですか、なるほど、もっと上げようと、はい、だから 3-5-2 でいこうかなってところじゃないですかね。なるほど、グライフ監督としてはそのような狙いがあるのかもしれません。さあ上がっていきます。ロマーリオにしかし行きますとやはりすごいプレーが生まれます。イエテボリ左サイドになりました。ここは読まれています。気合入ってますね、はい、ナダルですか、はい、オーバーラップをかけました。ナダル、そして今ストイチコフが持って小さなパスをナダルに送って、ナダルがこれ取られました。まあ、ちょっとディフェンスの選手ですからね、はい、あの辺の小技はちょっとうまくないですね、うん、70分過ぎました。両チーム無得点ですが非常に面白い展開です。イエテボリのこれスルーパス、さあここでペテルソン一旦下げます。そしてスペースを広げにかかります。カマルクですか、はい、カマルク上がってきましたね。この人は25歳なんですが非常にあの辛抱があるんですね。そうです、人望といいます、
さあメンバーの交代があります。ご覧のようにアベラルド、カマルクワールドカップ出てましたよね。出てます、はい、そして今11番のベギリシュタインが退きました。お話のようにこれバックを3人、はい、きっちりと固めてきましたね、はい、でアベラルドはヘディング強いですからね、はいはい、あ今これは抜けない。でも可能性感じますよね、イエテボリもね、はい、レーンが10番をつけています。今円熟期の28歳、ストイチコフ、まあこの人もよく後ろに前に豊富な運動量を見せています。タレントが多いとやはり見どころが多くていいですね、うん。今日の9番は当たっています。サイドを変えました、うん、早い潰しにありましたセルジー。今日はセルジー5なんです。前に食ってくるロマリオ自分でドリブル、バックパスになった。あれやっぱりもう一人ね、あそこでストイチコフと絡めればね、はい、最高なんですけどね、ちょっと単独で行き過ぎですよね、さっきから、はい、ただ相手としてはやはり多いですね、まあ、怖いですよね。ロマーリオ一旦戻します。そしてサイドを変えました。これがいい展開です。ストイチコフが今度左サイドからになりました。ストイチコフの左足が行きます。中にキープ。ロマーニアの前でラベリが抑えています。アメリカのワールドカップ90年、スウェーデンの守護神でしたラベリ。危ないキックです。あのルーマニアに勝った試合は大きかったですよね。そうでしたよね、確かにそうですね、あれも本当にいい試合でしたね。そうですね、さあセンターサークルからです。途中でカット、イエテボリーチャンス。さあディフェンスが薄い、あよく取り戻しました、よく取り戻した。あのヨーロッパの選手は特にそうですが、自分でミスした時に取り返すのがすごいですね、はい、自分のミスを帳消しにするその気合がすごく入っています。そうですよね、はい、ちょっとポジションがずれてまで行きますよね。行きますね、まあ、責任感っていうのもあるんでしょう。責任感ですよね、本当にゆっくり上がります。右サイド、バルセロナの場合にはアベラルドが入っています。そしてイエテボリの場合にはバールステッドが入っています。両チーム無得点で75分を経過しました。残り15分です。なかなかジョルディクライフは出てきませんね。アップしてた、まあ、靴紐をちょっと変えてましたがね、出てきません。出来としてはしかし両チームまずまずじゃないですか、バルセロナも悪くないですよね。ですね、バルセロナのホーム、ノーカンプ、さあワントリターン、ロマリオ、今のはね、あのバケロと絡みましたよね、はい、ようやくそのワントゥー、はいはい、分かっていてもこの人はこういうワントゥーでリターンもらうと強いですね、はい、さあストイチコフが蹴ります。このコーナーキックチャンスです。中央へ、もう一度ストイチコフに戻ってきます。ストイチコフが狙いを定めて左足かかってキーパーパンチング、微妙なところに行きます。イエテボリはしかしディフェンス面もいいですね。いいですよね、よく整備されてますね。ラベリが大きく気合いを入れました。センターバックのヨハンソンって強いですよね、はい、強いですね、はい、ヨハンソン22歳まだ若い選手です。It's hard for defenders when you don't have the possession of the ball so much to get forward because they're so tired of defending the whole time。さあここから押し上げますが、どう組み立てますか。両チーム無得点できました。ノーカンプ、まだ点が入りません。赤と青のチームカラーはおなじみのバルセロナ。右に一度開きます。中に入れました、アモール、ダメ。再三のコーナーキック、今度は右サイドからアモールが蹴るようです、はい、当たったのは最後ニルソン。あでもこれハンド臭いですね。ハンド臭いというか、まあ、当たってはいましたね、まあ、カバイテといえばカバイテですけどね。そうですね、はい、ハンドですか。あこれハンドですね。あ
この位置からになります。Certainly didn't look a deliberate case of handball. Kuma. But it is a free kick, which Ronald Koeman will take. That was hit with some power. Ravelli はしかし当たってますね。出がいいですよ、ね。出がいいですね。来た。チャンス。シュート。キーパー。弱いシュートで、これは助かりました。最後ペテルソン。ね、はい。31歳ですが力はまだ衰えていません。ペデルソンがトップにいてその左サイドを、はい、ブロムクビストですか、はい、右左を走るっていう感じですよね。そうですね、はい、レーンの位置はどうですか。レーンはちょっと下がり目ですよね。下がり目ですね、はい、あとエルリング・マルクですが右サイドですよね。ですね、はい、はい、さあこれ抜ければ面白いんですがダメ。キーパーです。この人はブロムクビストです。走ってよし、ドリブルしてよし、ね、よし、はい、なかなか見せてくれてますね、21歳ですから本当に今ヨーロッパではアンダー23あたりにいい選手が揃ってきましたね、はい、なんか僕今いい選手増えてきてるような気がしますよね。20代前半、10代の後半から、はい、ちょっとねイタリアワールドカップの頃はね、ちょっとなんとなくいい選手あまりいないなって気したんですけど、ね、最近ですよね、また、はい、アメリカワールドカップをこうなんていうんですかね、分岐点ぐらいにしましてね、はい、いい選手増えてますよね。増えてますよね、はい、若手が台頭してきて、はい、ストライカーもいますしね。いますね、はい、ロマーリオとそれからエルリング・マルク、はい、そしてここです。最後ヨハンソン、若いヨハンソン、クーマンとそれからこのブロムクビスト、痛い洗礼を受けました。ブロムクビスト20歳、ちょっと鼻血が出ましたね、肘が入りましたんで。今グラウディオラとクーマンにサンドイッチみたいな形になりましたね、はい、ここですね、これです。クーマンの、しかしこれは来ましたよ、まあ、彼も勇気ありますね、クーマンに向かって本当ですね、その意味ではこれ評価が高まりますね、クーマンと近くで見ると本当にやっぱりなんかこう骨太って感じしますからね。なるほどね、バルセロナ0ゴフェンバーグ0、ミケル・ニルソンのフリーキック、まあ、オランダの選手ってのはみんな骨太に見えますがね、基本的にね、うん、さあこれはバルセロナ右サイド、生きています、生きています。チャンスでクロスのボールが入ります。ストイチコが待っている。左足、あーっとこれコーナーキック、音がね、はい、ドスンときますね、はい、これノーカンプの場合にはかなり客席とこのピッチが全部近いんですね、これグラウンドレベルで見える人はものすごい迫力感じるでしょうね。ただね、一番前の人があんまり下がりすぎちゃってね、はい、よく見えないんですよ。あー、そうですか。あー、入ったー、決まったー、コーナーキック、最後はバケーロヘディングシュート、これは見事に決まりました。いい時間帯です、81分、ようやく決めました。バケーロ、キャプテンが決めました。なんかこう言っちゃ悪いですけど、まぐれ臭いようなシュートですよね。そうですね、素晴らしいコースに飛びました。いや、これは見事に決まりました。これリプレイでご覧いただきますが、すいません、ちょっと解説お願いできますか。このヘアポストにですから、なんですか、ウィルソンの前に、はい、バケーロが走り込んだって感じですよね、最後これサイドネットに突き刺さってですね、これは素晴らしい、これ文句のつけようのないコースですよね。これはすごいです、バックヘッドですね。ポスト当たってますね。出ましたか。これでも
to bring them back in. ゴールの枠が本当に頭の中にビシッと描けてたんでしょうね。素晴らしいですね。なんていうんですかね、こう飛び込んで体勢が崩れてもおでこを刺す向きが、はい、もうパーフェクトでしたね。そうでした、はい、いやいい時間でこれ取りましたね、杉山さん。これはでも81分、そうそう決まりませんよこれ、まあ、100回やっても1回も決まらないんじゃないですか、はい、あのコースにしかも、はい、1000回やっても1回行くかどうかってところじゃないですか。そうですね、これバルセロナものにしたい、ぜひともものにしてベスト8進出を決めたい。これはなんかホールインワンみたいな感じですよね。スコーンと入ってしまったんでね。あのストイチコフのいわゆる弾道を見ていても抑えの効いた、つまり高く上がらない、強い強い弾道で、であれに合わせるのが難しいですからね。また向きが向きですからね。これはジョニー・クライフです、はい、出ますね。いやーこれはいいところで点を取りましたバルセロナ。でも今さっきの話の続きになっちゃいますけど、はい、ゴールの真裏で見てた人は嬉しかったでしょうね。嬉しかったでしょう。さあこれ鼻血を抑えて出てきました投手の男。いやブロムクビストはしかしこれ、うん、ものすごい気象ですね。そうですね、いけますねこの人は、うん、さあもうこれで上り調子になりましたがバルセロナストイチコフ合わない。もう一度ストイチコフキープしていく、そしてかわしていく。ストイチコフ右足になっちゃうのか、左足パスを入れて、そしてチャンスシュート、どうだ入らない、足りませんでしたね。アモール、最後はゴール左外れました。アモール、オフサイドが上がってるわけじゃないですよね。あ、オフサイドですか。このカメラでもオフサイドではありません。あ、でも上がったんですね。オフサイドですね。オフサイドフラッグ上がったようですね、はいはい、さあメンバーが変わります。ジョルディ・クライフが入りまして、今シュート外しました。アモールが下がります。ジョルディ・クライフ、プレイインゲームインゴッフェンバーグ、もうちょっと早く出してもよかったかなって気もしますけどね、この監督の交代する場面というのも難しいんですね。ただあの審判に促されて、そうですね、君だよ行きなさいっていう感じでね、ただそこも審判もカットならずにこう、はい、うまいことを送り出しますよね、はい、あの辺のこうなんていうんですか、演出ですか、カッカするばかりがノーじゃないですよね。そうですね、はい、今の日本代表の鴨監督がよく話してくれることの中に、監督がやる中でそのメンバーの交代はっと思ってるとワンテンポ遅れるともう状況が違うんだ、そうですね、この局面が難しいという言葉がありましたが、確かにの杉山さんのお話のようにクライフの今投入の場面ね、だから比較的第三者的に見てた方が分かるのかもしれないですよね、でこのワンテンポ変わるってのが全く違うんですってね。そうですね、まあ、僕らは往々にして結果論ばっかり言いますけどね、でも確かにそうなんですね、振り返るとね。そうです、あ、これは先ほどの見事なヘディングシュートのリプレイです。頭の出し方これ何度見ても何度見てもすごい。いやなんか後ろの今バルセロナサポーターもあっけに取られてましたよね、はい、さあ杉山さん残り時間5分になりました。これバルセロナいいですね、まあ、いいですね。このままもう1点入りますとダメ押しです。クーマンが蹴ります。いいカーブかかった、ディフェンダークリア、そしてトラップしていく。バルセロナが勝てば勝ち点が7になります。そしてベスト8確定的にしますが、もうすでにイエテボリはベスト8進出を決めています。もう8ですからね、はい、もう勝ち点8です。さあクーマンから、まあイエテボリもやんなくていいんですけどね、十分これで互角以上に戦えるというのは手応えとしてあるでしょうからね、はいはいはい、アウェイゲームです。うんうん、よく粘っている。あー倒された。いやー彼ですか。彼ですよ。もう名前言わなくても分かるでしょう。彼です。非常によく働いています。エウセビオです。一時エウセビオは随分目立ったんですが、後半ちょっと絡みなくなりましたね、うん、さあこのバース、ロマーリオか、ハンドでしたね今、はい、あれ取りませんね、取りません、プレーが続いています。イエテボリチャンス、でもこのスルーパス、今のはもう少し抗議していいんじゃないですか、はい、あっさりしてましたね、あっさりしてましたね、あっさりしてましたね、まあもう
このまま終わると踏んだんですかね。どうでしょう。さあバルセロナ1対0でありますが、わずか1点です。ストイチコフ、この人にボールが行っていれば安全です。実に金がうまくできます。まだ時間があるんですが、まあ、ややキープ気味にこれ試合を進めているわけですね。でもうまいですね。トラップが向きがくるっと変わりますね。コンパスの軸で、ね、簡単に見えますよ ね、難しい技術ですよ。Dinamo Kiev or Spartak Moscow. 全く乱れません。最後フィニッシュまで持っていけるかどうか。ストイチコフ、中に入れた。ジェルディ・クライフに合いません。ちょっと遠目から走り込んできましたがダメ。さあイエテボリは1点を追います。1点を追います。イエテボリが抜きたい。ダメか、抜けるか。まあ倒された。ノーホイッスル、アドバンテージを取っています。主審が流しました。彼ですね、まだ彼ですよ。ブロムクビスト来た。かかるシュート、ジャストミートせずゴール左外れています。結構来ますね、イエテボリも。15番のバールステッド、変わった選手ですよね。はい、あこれさっきのハンドシーンですか。完全に触っているんですよね。まあ主審は取りませんでした。ゴールは結局当たらなくて抜けちゃ、この角度だとゴールの枠には入らなかったようなシュートですけどね。そうですね、当たったことは事実ですよね、はい、もう今やリプレイでこうやって出されますからね、うん、そうですね、主審も大変です。これでまた向こうはあの試合が終わった後なんていうんですか、試合を振り返ってっていうんで、番組でこういうシーンばっかりありますからね。なるほど。それ延々1時間ぐらい当たった当たらないとか、はい、ファールだファールじゃないとか、死ぬほどやってますからね。そうです。そして翌日見れば新聞でね、そうなんです、叩かれるわけですから。審判にまで採点がつきますんで、まあ、僕も結構意見言うの好きなんですけど、はい、あそこまで言いたくないですよね。ただやはりあれが強くしてるんですね、ですね、シビアな目で、ね、どうでしょう。ゴール前チャンス、イエテボリシュート、入った。同点、レーンが決めました。90分、終了間際にうまく決めました。レーン1対1。これはバルセロナ痛恨の失点です。And Barcelona were punished, perhaps, イエテボリの意地を見ましたね、ここで。mistake of the whole night. Again, see, I don't understand what the poor man. Wow, poor man. 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 Poor man.レーンが最後決めています。これで1対1。イエテボリはこれ本物です。ロスタイムから点を取りました。さあロスタイムです。ちょっとバルセロナが先ほどのキープと打って変わって、これ点を取りに行かないといけませんね。ねえ、これで1対0で勝っとけばね、これで多分 AC ミランだとね1対0で勝つんですけどね。なるほど、そのあたりがバルセロナという、そうなんですよ、まあそのあたりも愛される理由なのかもしれませんが、今のはしかしイエテボリの見事な悪なき執念といいますかね。ロスタイムに入っています。もうすでに24秒を見ています。1対1。もうプライドですよね。別にこれ取らなくたっていいんですからね、はい、ただもうそのグラウンドに立ってる選手の、はい、独自のやる気っていうんですかね、はい、しかしこのバルセロナ相手でホームアンダーウェイが1勝1分ならば、これはね、イエテボリの素晴らしいことです、はいはい、今試合が終わりましたが、タイムアップです。1対1の引き分けに終わっています。いやバルセロナとしては杉山さん、はい、勝っておきたいゲームでしたね。そうですね、まあ、どうなるか分かりませんけどね、もうすでにイエテボリの方はベスト8進出を決めています。はい、どうしても勝ちたかったバルセロナは引き分けに終わっています、はい、まあ、勝ち点は1つ伸ばした格好になりましたが、この試合振り返ってお願いできますか。そうですね、はい、このビューティフルゴールで決まったと思ったんですけどね、はい、最後イエテボリの意地を見ちゃいましたね。そんな感じがしましたね、はい、1対1で終了です。この試合の解説はサッカージャーナリストの杉山茂樹さんでした。杉山さんどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。引き分けの試合1対1、実況は鈴鹿博士とお伝えしました。それではこの辺でごきげんよう、さよなら。